この5人組グループルセラフィムが12月11日にリリースする日サードシングルクレイジーのクレイジーダスクバージョンのグループのコンセプトフォトとクリップ映像が24日公開された。23日にメンバーソロのコンセプトフォトとクリップ映像を公開し、ユニークでカラフルなコンセプトを披露した同グループ。今回のグループカットでもモンスターのような奇妙でふわふわとした存在と一緒に楽しそうに時間を過ごす姿を映し出している。奇妙に思われるようなことであっても、周りの視線を気にすることなく自分の感情に従って行動するメンバーの姿が印象的で、多彩な演出とともにクレイジーという単語が与える雰囲気を視覚的に表現している。本作は約1年4ヶ月ぶりの非作品となる。11月2日と3日には2つ目のコンセプトフォトとコンセプトクリップが順に公開される。発売日の12月11日午前0時には全3曲の音源とタイトル曲クレイジージャパニーズバージョン- のミュージックビデオが公開となる。